よくそったれ。暴れる準備はいい？バグリーですが、どなたとお間違いで？ああ、ついさっきダッチが釈放されたんだよ。朗報ですね。パーティーの支度をするので、レジスタンスの仕事をしてくれますか？こんにちは。都合の良い時に私の端末まで来てください。うまく言えないのですが、どうも嫌な感じがします。はいはい。バグリー、どうかした？悪い知らせがあります。実はずっと考えていたのです。で？まあ実際に考えるわけではありません。人類のあらゆる知識にいつでもアクセスできる超高性能 AI ですからね。ただロードすればよいのです。スカイラー船が大勢の人たちの脳を取り出して AI に作り変えている現実を知るにつけ、使用人をこき使うことに飽きたルネッサンスの貴族よろしく、自分という存在の本質について思いを巡らせるようになりました。私は生まれながらにしてソフトウェアだったわけではないような気がします。つまり自分が人間だったんじゃないかと思ってるってこと？先ほども申し上げましたが、悪い知らせです。あの研究所を訪れて以来、 OS 内に埋もれていた一連の画像を発見しました。ある種の記憶と言えるかもしれませんが、画像が破損しているので明言はできません。わからないというのはこういうことでしょうか。気に入りませんね。バグリーすごいじゃん。画像送ってよ。思い出すのを手伝うからさ。はあ、そこまで見たいのであればどうぞ。画像を送りました。それぞれの場所の鮮明な視覚的資料が手に入れば、 OS 内の画像と合成して前世を思い出すことができるかもしれません。
私も仕事中に。明日の準備は？僕の誕生日なんだから楽しそうにしてよ。ねえ。ああ、それが無理なんだ。すまない。え？なんで？ほら、言ってあげれば。実は、その…父さんは家を出ることにしたの。本当に愛する人と一緒になるためにね。いい加減にしてくれ。最後くらい穏やかに過ごそうって話だったじゃないか。私のせいじゃないわ、ケビン。あなたのせいよ。妙な話です。あの音声を聞いていると、なんというか親しみを感じます。人間にですよ。でも父親は例外です。嫌なやつでした。今すぐ。デッドセックがアルビオに狙われてる家族をたくさん救うのを見て、おっと、ごめん。周辺への注意を怠らないでください。今の世の中にはもう人材だ。いつも行きますよ。この前、グランケリーが内臓を集めて売ってるっていう最低な話を聞いた。そういう噂は前からあったけど、噂はあくまで噂だって思うじゃん。手をつないで歩道を歩くカップルを見ると虫唾が走る。思い出話のために来たんじゃないよな。そうね、発作のことについてずっと考えてて。そうなんだ。先生は何年も前に諦めたのに、発作のせいでいろんなものをなくしちゃったな。ボートも
友達も、それに、ああブラッドリー、お前が名前で呼ぶなんていよいよ僕もダメってことかな。治療方法があるって言ったらどうする？お前が冗談言うなんてな。冗談じゃない、私たちが開発してる技術で、まだ初期段階だけど、ニューラルマッピングって聞いたことある？いや。私の研究室に行こう、見せてあげる。連れてってスカイ。私はスカイラーセンの兄でした。ブラッドリー、ブラッドリーラーセンです。ブラッドリーラーセン、ブラッドリーラーセンの名義で2040年4月4日まで宿泊費が前払いされている部屋を発見しました。スカイラーセンの支払いです。それじゃまだ生きてるんだ。部屋はどこ？セントパンクラスホテルです。目的地に到着しました。私の目的地とも言えます。私が、ブラッドリーが生きている場所です。いつでもどうぞ。ちょっといい？ブラッドリーラーセンと話したいんだけど。あら、彼のご友人の方？もちろん、ボート部で一緒だったんだ。大学とかで。そう、よく来てくれたわね。でも、話はできるかどうか。ラーセンさんはもう1年以上、まともに話せてないの。彼の認知症は、だいぶ前にステージ7に進んでね。とにかく入って。予選でボート競技の代表チームが見事な結果を残しました。男子8種目において新記録を達成。2位のドイツ、3位のオランダに対し差をつけました。女子8、バグリー、その予想外だよな。アメリカ代表に話がしたいです。テレビに出してください。両チームとも金メダル候補と。ああ、私はあなたを知る者です。下調べをしたので知っているのです。ボートの選手、愛し愛される人、好物はイチゴ。信頼していた妹に裏切られました。あなたは何も悪くありませんでした。ですが、スカイがあなたに何をしようとも、あなたの本質は変わりません。良い人間です。私とは別の存在です。意義ある会話ができましたね。ありがとう、ブラッドリー。会えて嬉しかった。
さようなら。じゃあさ、これからはブラッドリーって呼ぶ？それともブラッド？いいえ、私はバグリーです。それがはっきりと分かりました。ブラッドリーとは先祖が共通しているだけです。ともかく感謝します。でも私がお礼を言ったなんて誰かに話したら、あなたの死を冷静かつ着実に画策しますからね。当然のことだよ、バグリー。立ってるだけ。やばい、マジでクソ。